マルコによる福音書9章38節から48節までですその時ヨハネがイエスに言った先生お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが私たちに従わないのでやめさせようとしましたイエスは言われた辞めさせてはならない 私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。はっきり言っておく、クリストの弟子だという理由で、あなた方にいっぱいの水を飲ませてくれるものは、 必ずその報いを受ける。私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるなら、大きな石臼を首にかけられて、海に投げ込まれてしまう方が軽かに良い。もし、 片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは片手になっても命に預かる方が良い。もし 片方の足があなたをさまづかせるなら切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたを つまずかせるならえぐり出しなさい。両方の目が揃ったまま。地獄に投げ込まれるよりは、二つの目になっても、神の国に入る方が良い。地獄では、うが尽きることも、 火が消えることもない今日の見言葉はちょっと耳障りのところもあるでしょうが、うん、私はこれを読んで感じさせられたのはイエス様は何よりも 最終的な人生の目的考えなさい。もちろん生きる中には人間は様々な目標とか狙いとかゴールがあると思います。それは学力的なものか技術的なものか音楽とかそれぞれあります。それはそれ,それぞれ いいところもあります。でも人生の目的自体は人生の最終的な最高の狙いはやはり天国です。死後の存在です。それを強調するためには、イエス様はかなり極端な例あるいは表現を お使いになるでしょう例えばもし自分の手が狭くかせるならば切り捨ててしまいなさいとか足とか目などそれは表現の一つだと思いますいわば何よりも最終的な 人生の目的を考えなさい。そして、その永遠の命、天国を得られるために、どんなに大きな犠牲でも払いなさい。ということだと解釈しています。もちろん、天国自体、いわば私たちの救いというものは、 神様からの恵み、贈り物だとは言えます。同時に神様は私たちの協力が必要としておられます。ですから聖パウロはこの蔡人への手紙の中で言います。上にあるものを求めなさい。そこでは、クリストが神の右の座についておられます。 上にあるものに心を止め、地上のものに心を光らないようにしなさいと。聖パウロは当時の信徒たちへの手紙の中でそう書いています。私たちはこういう言葉を心に刻んでおきたいです。そして日々の生活の中で自らの務めを 果たしながら最終的な目的はやはりあの世にあるということです。今日もあなたにとって恵みの多い日でありますよう心から祈ります。